仙台市都心部、仙台市都心部、または仙台市中心部とは、宮城県仙台市の中心業務地区や、中心部商店街などで構成される業務、商業複合都心のこと、仙台都市圏における交通の要衝でもある。仙台市都心部は、青葉区南東部を中心に、宮城の区南西部、若林区北西部にまたがって広がる。これら3区の草会は、 陸道の辻に集まっている。都心部は仙台市や宮城県の中心業務地となっているほか、東北地方を管轄する国の出先機関や企業の本支店などが集中している。また、仙台市の物販、サービス機能が集積し、2000年頃からは県内各地のみならず、周辺県からの流入が顕著になった。そのため、仙台都市圏のみならず、仙台経済圏の物販、 サービスの中心地の様相を呈するようになった。仙台市都心部は、江戸時代の仙台城下町、別升、仙台林中、仙府、以下、仙台林中を、主要基礎に発展してきたが、明治時代の仙台駅の設置、仙台市電の付設、戦後の復興道路などによる人の流れや、交通環境の変化によってその中心部は変化してきた。江戸時代には、 現在の国分町通り、旧欧州街道、南北軸と中央通、旧大町、東西軸が直行する場所の辻が中心であり、その四隅に同じ構造の廊下区が建てられ、城下一の商業地としてにぎわった明治期の場所の辻の写真。明治時代になると、場所の辻周辺には銀行などができ、業務地区化し始めた。このため、物販、サービスについては、 国分町通りの一本東を南北に並走する東一番町や馬蕉の辻より東側の大町沿いが担うようになる。東北本線が開通すると仙台駅前西口の中家町などに集積が進み仙台資源開業後は馬蕉の辻と仙台駅とを結ぶ南町通りの業務地区化が進んだ。1941年に芭蕉の辻の一角に 日本銀行仙台支店が置かれた。戦後に復興道路として新規に開通した幸福院の青葉2が場所の辻と仙台駅をつなぐ道として金融街、オフィス街として発達した。また、復興道路として幸福院化した東二番町、国道4号や広瀬2なども次第に業務地区に組み込まれた。仙台市が政令指定都市化したバブル景気機には、 仙台市地下鉄南北線開通により都心部は路線沿いに拡大し、官庁街の高等台公園周辺地区と都心の業務地区が一体化して、南北に来た四番町駅、高等台地区北側から、伊橋駅、伊橋地区までオフィスビルが立ち並ぶようになった。また、IT バブル期と仙石線地下化が重なった2000年前後には、 仙台駅東口の宮城の通りが IT アベニューと呼ばれ、IT 企業を中心に業務機能の集積が進んだ。現在は一番町と仙台駅西口が二つの局となっているが、旧城下町部分、仙台和中を中心に面的に広がりを持って複合都心を形成している。江戸時代、仙台藩の事務処理を行う施設は仙台林中の生誕に位置する。 仙台城にの丸を中心に、広瀬川の右岸沿い断球場に集中していた。母親戦争に敗戦すると、仙台城は官軍に占領されてそのまま、常備軍が置かれ、仙台鎮大陸軍、第二師団新中軍占領、東北大学川内キャンパスと変遷している。また、広瀬川沙岸沿い断球がけ直上の片平町に集中していた。 上級家臣などの屋敷も国が利用し、開校者、裁判所、第二高等中学校、東北帝国大学などが設置された。現在は、西公園、仙台高等裁判所、仙台地方裁判所、仙台家庭裁判所、東北大学片平キャンパスなどに利用されている。裁判所がある片平地区には、仙台高等検察庁、 仙台地方検察庁や弁護士事所等が一致する。他の軍事的用地も接収され、仙台は十南東端、現、若林区にあった、若林城は後に、宮城刑務所となり、仙台は十東端、現、宮城の区の流岡天満宮のある丘とその周囲も、軍関連施設が置かれた。現在、丘の部分は、辻が丘公園、東公園、仙台管区気象台など、 合同庁舎3棟、NTT などになり、周囲の跡地は、東北厚生局、本部は、移転、国立病院機構仙台医療センター、宮城野原公園総合運動場、宮城球場など等に利用されている。このように、仙台藩の重要施設、用地のほとんどを、国が押さえて、東北地方を管轄する、行政機関を設置していったため、旧仙台藩地域を管轄する、 行政機関はそれまでの土地を追い出された形となった。廃藩地県以降の宮城県や仙台市を管轄する行政機関は藩の施設としてわずかに残っていた明林用県道、現在の高等大公園に所在を県庁に転用し、隣接地に仙台市役所を設置することになった。以後、高等大周辺が県市関連の館庁街となり、現在は 江東大公園の北側に、宮城県庁、知事部局、議会、県警察本部及び、仙台市役所、本庁舎、議会、青葉区役所、国の出先機関、東北経済産業局などが入居する、仙台第一、第二合同庁舎が位置している。周辺には、公共事業や、県や、市の事業に関連する企業が、集中立地し、オフィス街を形成している。 また、春日町には、仙台法務局があり、周辺は、司法書士や不動産関連の資格者の事務所が集まる。中心業務地区は、仙台市地下鉄南北線の北四番町駅から、五橋駅までの区間を中心に都心部全体に、広がっている。高層の賃貸オフィスビルは、片側四車線の東二番、T2 や仙台駅周辺に多く、銀行の本支店は、 青葉通に集中している。高層オフィスビルは、現行の仙台市の環境アセスメント条例の、対象である100メートル以上のものが6棟仙台トラストタワー、エアー、SS30、エナジースクエア、NTT ドコモ島北ビル、ョインスクエアあり、オフィスマンション含め、航空法、建築基準法施行令、第36条、ガス事業法施行規則第106条などで、 様々な制がかかる60メートル以上の建築物は、市内に30棟、建設中、計画中も含めると50棟ほどある。なお、仙台市内のほとんどの地域は、仙台空港の制限表面による規制を受けない、参照。仙台の都心部は、長町リフダン総線西側の貸し段球場にある、ため、仙台の地形、高層ビル建設に不利な地盤ではないが、30年置きに、 発生すると言われる宮城県沖地震を考慮しなくてはならない。また、仙台駅東口の土地区画整理事業により、都心に今後大量に土地供給が予定されている。これらの背景や賃料相場などから、支店経済の仙台には30階建て級が限界と見られてきた。オフィス事情を見ると、2003年頃までは高度情報化と地方の不況とで、 他都市に本社がある会社の仙台支店は縮小傾向となり仙台のオフィス需要も下がり気味であった。そのため民業圧迫とならないよう市当局による仙台駅北部市街地再開発、佳境院地区における高層オフィスビル計画は14階建ての商業ホテル複合ビルと29階建てのオフィスマンション複合ビルに計画変更された。一方民間では 高速バスの仙台福島線や仙台山形線を引き金とする東北地方の陸上交通の再編などにより仙台経済圏の拡大が顕著になった2004年頃から都心部の物販が上向きになりさらに2005年に新規参入したプロ野球の東北楽天ゴールデンイーグルスが宮城球場を本拠地としたことで他都市に本社を持つ企業の地獄を集め民間投資を活性化させた ここに、東京で盛んな不動産投資信託が、利幅が減った東京から地方に、投資先を振り向けたため、都心部の東2番、T2 添いや仙台駅周辺に次々と供給されている、大型空き地、東北学院中学高等学校跡地、JT 跡地、仙台中央警察署跡地など、を、県外資本が高額で買収しており、オフィスビルやホテル、 高層マンションなどの計画を打ち出している。そのため、楽天が進出した仙台駅東口の地下がまず上昇に転じ、その後、都心部全体が地下上昇に転じた。都市再生特別措置法に基づいて、容積率が緩和される都市、再生緊急整備地域として、市内には都心部の仙台駅にし、 一番町地域と長町副都心の仙台長町駅東地域がある。都心部の方では仙台ファーストタワー地上24階高さ99.9メートルが適用第1号として建設された。また仙台駅西口北側の X 京周辺で高層ビルの建設が多く見られる。高層ビルは 環境アセスメントの必要がないギリギリ100メートル未満のビルが主流であり、リート物件、オフィスビル、マンションやビジネスホテルなどでは、様々な制限を受けない60メートル以下、14階建て程度以下で建設される傾向がある。他方、森トラストが、東北学院中学、高等学校跡地に、オフィス、外資系高級ホテル、商業施設が一体となった複合 仙台トラストタワー、地上37階、高さ約180メートルが2010年にオープンし、北関東以北で最も高いビルとなった。市内には高さ80メートル以上の超高層マンションが建設中も含めて16棟、存在し、20階建て級も含めると多数ある。仙台でも都心回帰現象が見られると言われるが、既存のオフィス街や中心部商店街がある。 都心部の機能低下から集合住宅に転用される例は少なく、都心周辺部とされる食住混在地域にマンションが建つ例が多い。ただし、大型空地が大量供給された、梨橋地区では、不動産業界が地位、ぐらいが高いとみなし、超高層マンション集中立地の傾向がある。都心周辺部では地位が高いとみなされている。 東北大学病院前の西公園通り沿いに中高層マンションが多いほか、都心周辺部旧来の DID にあたる地域での土地区画整理事業による土地大量供給、小鶴新殿駅前、仙台駅東口、長町福都心を中心に県内、県外双方のマンション建設投資が活発化している。なお、来賓や接待客の宿泊は、 都心からそう遠くない松島、秋保温泉、佐久波温泉の高級旅館、ホテルや都心の各ホテルのスイートルームなどが担ってきたが、仙台トラストタワーには平均客室量が高い外資系高級ホテルのウェスティンなどのホテルも増えてきている。仙台の中心商業地は一番町と仙台駅、西口一帯の二つの局と、それらを結ぶ中央通とで構成され、 ダンベル型をしている。一番町、東一番町通りは歩行者天国化されたアーケード商店街である。沿道には地元商店や路面店型の専門店、デパートやファッションビルが立ち並ぶ。近年はデパート藤崎がある一番町三丁目のブロックを中心にブランド外化が進んできている。一番町と広瀬2の交差点付近には 東北地方各都市からの高速バスの停留所があり、県外の買い物客も訪れる。仙台駅、西口一帯は、ペデストリアンデッキによって、大規模店がつながっている。既存デパートが、若年層向け品揃えに変化させたり、仙台ロフトや仙台パルコが進出したりと、どちらかというと若者向けの街になりつつある。イビンズの裏手には、仙台朝市があり、 庶民の台所として賑わっている。これら二つの曲は、同様に歩行者天国化されたアーケード街である、中央通などによってつながっており、買い物客の回遊性、対流性を作り出している。詳細はそれぞれ、一番町仙台市、仙台駅駅周辺、中央通、仙台市を参照。定前寺通りを軸として、屋外イベント施設となった。 高等大公園や屋内集客施設のコンサートホール、多目的展示場などが立ち並んでいる。また、中心部商店街の一番町、中央通、仙台駅前でも屋外イベントが開かれる。都心部の収容1000人以上の集客施設は、以前は定前寺通りの宮城県民会館と仙台市民会館、及び東二番町の電力ホールくらいしかなかった。 新設される場合は、広い土地と安い地下を求めて、地下鉄沿いなどの郊外に設置されることが多かった。これが、仙台駅東口の再開発に伴って、仙台サンプラザとゼップ仙台が、広瀬川右岸の青葉山公園内に、仙台国際センターが設置され、その他の都心部にも数百人収容程度のライブハウスや多目的展示場が設置されるようになり、 都心部の集客力を支えている。屋外でのイベントは、仙台七夕に代表されるように、一番町や中央通り沿いで開かれるほか、数十万人以上の入れ込みが予想される場合に、定前寺通りを車両通行止めにして、開催されてきた。1980年代後半に高等大公園が、地下鉄南北線の開通に伴って大幅に作り直され、市民広場が設置されると、 高等大公園が屋外イベントの開催地として注目されるようになり、現在ではほぼ毎週末何かしらのイベントが開催され、夏季には平日でも連日イベントが開催されるようになった。近年は高等大公園のみでは需要をまかなえなくなり、西基調公園や西公園も屋外イベント開催地として機能し始めている。また、仙台メディアテークが新設され、 定禅寺通りの共同校設置と、中央分離帯遊歩道の小ステージ設置工事がなされると、定禅寺通り自体のイベント集客力も向上した。これらの屋外集客施設は定禅寺通り沿いにあり、定禅寺ラストリートジャズフェスティバルや仙台港のページェントなどの際には、有機的につながり、また、ループシャトレバスなどでつながれる。仙台市文化、学徒仙台。 仙台市内の公共施設一覧も参照。ライブハウスは一番町とその周辺に多い。踊る方のクラブは一番町や国分町のビルの中や王道の地下、または上階に立地する。アメリカ人やイギリス人がオーナーや店員をやっているクラブも、あ、外国人客もいる。萌え系ショップは仙台駅西口の仙台朝市周辺。 新学生街のクリスロードに散在し、メイド喫茶は新学生街の本町、旧学生街のサンモール一番町、観楽街の国分町に計4点程度。特色のある雑貨屋やメインストリームではないレコードや CD を扱っている。店は旧学生街の横町や柳町通り等にある。以上のように仙台のサブカルチャー関連のものは散在し、東京のように集中立地してはいないが、 新旧の学生街地区と仙台や菜地周辺にやや集っている。また仙台の若者たちが作り出す消費文化を背景としたファッション誌、カラーがプレスアートから出版されている。カラーで紹介される店舗は仙台のファッションの中心エリアである一番町三丁目、あるいは新旧の学生街に立地している例が多い。観楽街としての国分町は 一番町の西側に並行して南北に走る国分町通り、旧欧州街道を中心に、稲荷工事、ラや横町などその周辺に広がっており、2500件以上の飲食店が集まっていると言われ、ほとんどの飲食店は、おおよそ、東端が東一番町通り、南端が広瀬通、西端が万水通り、北端が停前寺通に囲まれたブロック内に、 集中している。この範囲から万水通りを挟んで西側に、ある立町の本路町には、呼べば芸者も来る高級料亭がある。なお、広瀬通を挟んで、南側の国分町通りは、場所の辻を中心にオフィス街となっている。仙台駅、西口周辺にも飲食店集中地区があるが、ほとんどがビルの中などに散在して存在する形になっている。一方で、 中家町の南側にある正岡通りや、ジャンジャン横町など、戦後の雰囲気を残した飲食店が並ぶ道もある。仙台駅前の飲食店は、仙台駅を利用して郊外に帰る通勤客や、仙台市町の新幹線客等に対応し、終電後に閉店するものが多かった。しかし、近年、東北地方各地から仙台に遊びに来る買い物客、観光客等に対応し、 踊る方のクラブが初めて駅前のビルの中にできた。近年は仙台駅の東側でも仙台駅東口広場から中家町塩釜神社に至る初恋通り沿いや仙台市地下鉄東西線宮城の通り駅周辺に飲食店等が集まり始めており郊外では泉中央副都心泉中央駅西口にも飲食店が立地するようになってきている都心部には 東市センター、東市連鎖街、東市市場、123横丁、いろは横丁、文化横丁、仙台銀座、ジャンジャン横丁など、戦後の雰囲気を残した横丁や工事の飲み屋街がある。これらの横丁には、第二次世界大戦後から延々と続く店がある。一方で、国分町などの飲食店ビル等に比べて、開店資金が少なくても済むメリットから、 若者らの新規出店が相次いで注目の店も増え、若者の横丁回帰現象に対応し、東市市場と文化横丁には踊る方のクラブも進出した。しかし、老朽化や耐震基準を満たしていないこと等から、再開発の話がたびたび出ており、東市センターとジャンジャン横丁が再開発で消滅した。かつて屋台は、 仙台市街に470件あったとされる。戦後、仙台駅前にあった闇市の酒売りなどが始めたのが仙台の屋台の始まりとされるが、1950年、昭和25年のレッドパージで公職追放された物新規開業する例も現れた。1950年、昭和25年に青葉2の建設が始まると、建設中にもかかわらず、歩道部分に 屋台が連なり、大執行で移動させられたりした。このように、建設中から、屋台外だった、青葉通2は1954年、昭和29年に完成。1956年、昭和31年には、仙台駅前の約30軒の屋台が青葉通2に移転させられた。1965年、昭和40年に屋台営業が1台限りと規制されると、次第に、 件数は減り、現在営業しているのは青葉2の3件のみとなっている。市民グループを中心に屋台の新規開業の許可を市当局に掛け合っているが、見通しは立っていない。これは屋台が敵夜系暴力団の資金源となるため、戦後の一時期に宮城県警察が取り締まりを行ったことによる。革新主張時代には空属営業店も厳しく取り締まりを受け、 その結果として、風俗店は現在でも、都市規模の割に少なく、代わりに、デリバリー型が発達している。仙台の学生街は、明治期より形成された、旧学生街と、平成になって、活況を呈してきた、新学生街の二つがある。旧学生街は、東北大学片平キャンパスの北門前にある、一番長南端周辺である。かつては、映画館、本屋、 古本屋、楽器屋、レコード店、大手スポーツ用品店、古着屋、定食屋、飲み屋等が集中し、一番上のデパート藤崎伊北とは違った、アカデミックかつ庶民的な学生前として栄えた。しかし、東北大学の教養部や、サークル胸が片平から、川内キャンパスに移り、南隣にある、東北学院大学の教養部が、土といキャンパスからが、 泉キャンパスに転して、移行徐々に衰退した。反面、出展コストが下がったため、文化横丁や123横丁などの横丁や、一番丁一丁目の裏道などに、若者が新規出展するなど新たな動きも見られる、メイドキス様で出展した。また、片平キャンパスが、ほぼ研究施設のみの構成となったことにより、留学生比率が高い大学院生。 研究員などの影響で地区の外国人比率が上がり、それを当て込んだ日本人、在戦外国人による国籍料理、アイリッシュパブ、ロシア料理の路上販売、旅行会社などの特徴的な業種の集積傾向が見られている。本町は、かつては元寺工事を中心に家具屋が多く立地して家具の町と言われていたが、家具屋がロードサイド店舗として郊外移転し、 現在は、専門学校や、予備校の集中地区に変貌した。通学道線は、東四番町、東三番町、地下鉄、広瀬通駅、JR 仙石線青葉通駅、及び仙台駅に向かう、中央通、クリスロードハピナ中家町。本町には、本町七坂の横丁、七坂、銀南坂、きらら坂、桜坂、治安坂、 押坂、元邸坂、宵町坂、五横町、赤い横町、アメリカ横町、極楽横町、白い横町、そぞろ、横町と呼ばれる坂や細道どがあり、やや迷路性がある。このブロック内には、デート FM、ライブハウス、クラブ、DJ 用のレコードショップ、セレクトショップ、メイド喫茶、そして、学生の憩いの場の二色町公園等がある。 本町とクリスロードとをつなぐ東4番町、東3番定等やその脇道には、ファッション関連のブランドショップ、ポールスミス、ジーン、ポールゴルチエ、パタゴニア島、セレクトショップ、そしてスイーツ専門店等が集中立地し、仙台で生まれたファッションブランドの店舗もある。仙台の裏原宿として紹介される合わせもある。クリスロード沿いには、映画館、靴屋、 CD 専門店、携帯電話会社の直営ショップ、ファーストフード店、カフェ、歩きながら食べられるタイプの間食系路面店などが立地するなど、以前の学生街とは違った種類の店を呼び寄せて、全体で新学生街を形成している。クリスロードと連続して仙台駅に至るハピナ中家町は、駅に近づくにつれて、新学生街的な店舗構成から、 いわゆる駅前立地型業種の比率が多くなり、雑然としていく。以前は、地元の人から駅裏と呼ばれ、半世時代の町割りを残す、仙台空襲の最火を免れた由緒ある町があった。江戸時代に足軽や鉄砲職人が住んでいた町であり、二十人町や鉄砲町などの町名が今でも残っている。また、伊達政宗の時代に作られた寺町も現在でも残っている。 1980年代前半までは、宮城の橋を中心に、終戦直後からほとんど変化がなく、暗い雰囲気が漂っていたが、90年代の土地区画整理事業で様変わりした。現在では、複数の大手予備校と専門学校が集中立地し、学生向けに、主に飲食店、ゲームセンター、映画館などが集積している。床面積が小さく、 賃料も安い物件が、駅近くに少ないため、医療、雑貨などの物販は、土地区画整理事業以前の旧道沿いに分散して、存在。代々木ゼミナールの裏手には質屋が数点ある。東口の自由通路出口から、北側の旧仙石線仙台駅及び東七番町に、向かって、駅ビル、ゼップ仙台、ビビ、仙台駅東口、ペンシルビルなどが立ち並ぶ。 南側の北目町通り、東八番町交差点周辺の雑居ビルにも飲食店の集積がやや見られる。駅前の物販では、ヨド橋カメラやパソコンパーツショップが数店集まった。1600年、伊達政宗によって仙台、仙台開府がなされた。城下町の仙台は、仙台城、青葉城の大手門を西の起点とした東西軸の大町と、 欧州街道を兼ねる南北軸の国分町を中心に五番目城の町理がされた。大町と国分町とが交わる十字路は馬蕉の辻と呼ばれ仙台城下の中心商業地として栄えた。城下町の町割りにおいては以下のような命名の法則がある町と町の使い分けに関しては和歌山城下町でも同様。具体的には侍町の中家町や 東二番町には邸をつけ、他方、町人町の国分町や大町などには町をつけた。現在の一番町は町となっているが、半世時代には東一番町と書き、侍町であった。現在も通りの名称は東一番町通りである。中心部商店街となった現在の東一番町通りの周辺は商業の町として一番町、読み方は 町のままという地名になった。また、国分町は、半世時代には、古本町と呼んでいたが、現在は、国分、町という読み方が主流である、参照。その他、通りの例には、定前寺につながる、定前寺通り、北見町につながる、直行する北見町通り、南町につながる、直行する南町通りなどがある。なお、北九番町、北十番町、 および東十番町は仙台市の歴史的町名等活用推進事業の路線には指定されていないが地名や商店名として利用されている。参考。国分町の東側を国分町と並走して南北に貫く道は順に東一番町、東二番町、東十番町と名付けられ、侍町とされた。 他の通りも含め西から東に順に列挙し、現在の状況を説明する。城下町を東西に貫く道は、北 X 番町と名付けられた。北から南に順に列挙し、現在の状況を説明する。タクシーなどに、都心部内の行き先を、交差点で表現するときは、慣例的に、町がつく通りの方を後に言うことが多い。定前寺通、国分町など。また、 東 X 番長については、東を省略しているものが多い、中央通、東二番長など。戦後の占領期に、仙台に進駐した、連合国軍、主に米軍により、中心部の道には日本語名とは、無関係に英語名が付けられた。東西道は、ストリート、南北道は、アベニュー、アベニューで統一され、ニューヨーク市のマンハッタンと同様であった。また、 東西道には樹木の名称、南北道にはアメリカ合衆国の都市名が付された。例えば、東西道の場合は、北一番町がドックウッドストリート、大町がヒッコリーストリート、南町通りがメープルストリート、南北道の場合は、木町通がシカゴアベニュー、通り町がエルパスアベニュー、東二番町がファーゴアベニューなど、 占領中はこれらの英称が各通りに掲示されたが、日本人には使用を強要しなかったため現在は用いられない。仙台市歴史民族資料館に当時米軍が使用していた市街地の地図が保管されており、時折展示される場合がある。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。